ピヨ先生、こんにちは。今回は耳鳴りなどにお悩みの方が体験談を投稿してくれましたよ。どのような方ですか？40歳の女性です。身長は160センチメートル、体重は50キログラム、BMI は 19.53 です。ご投稿いただいた内容を教えてください。お悩みの症状は頭鳴り、耳鳴り、妖疹、不眠があるそうです。交通事故後に急に耳鳴りになって、汗によるかぶれから飛び火のようになったそうで、運動後や雨が降る前、就寝時に悪化するとのことです。ではご投稿いただいた情報からこの方の体質を探っていきましょう。頭鳴りや耳鳴りはどういう理由で起きるんですか？いろいろな理由がありますが、結果として耳の周囲において熱が盛んな状態になっていると考えます。しかもこの方の場合、交通事故の後に始まったとのことですが、特に耳は腎と関係の深い部位ですので、外部からの強い衝撃がかかったことによって腎気が激しく乱されたことも関わっているのかもしれません。その目で見てみますと、夜間尿があることや月経の周期が長くなる、肛門下垂、子宮下垂、胃下垂などがあることなどからも、もともと腎気に負担がかかっているところにさらに衝撃が加わって乱れているのかもしれません。また雨が降る前や雨の日は体調が悪い、胃の中でチャポチャポ音がするとありますので、体の中の水の様子を見てみますと、舌の形がつぼったく歯の跡があり、苔は白くて厚く水っぽいとのことですので、動きの悪い水分が停滞しているように感じます。でも体の上には熱があるから耳鳴りが起きているんですよね？そうですね。それに関連して皮膚が乾燥、髪の毛も乾燥、目が疲れやすく乾燥しやすいなど、体の上部には乾きがあって熱を困らせている感じがします。つまり体の上部には熱や乾きがあるものの、体の中心部や下部にかけては余分な水の停滞があるように感じます。どうして水と熱が分かれてしまったんですか？既往歴にうつ病がある、生理不順、ふらつきやめまいがあることから、気の巡りはあまり順調ではなくて気が滞ってこもっているように感じます。それが中心部にこもることで上部へと逆流するため、顔が赤くなっているのかと思います。また舌の裏の静脈が太く膨らんでいることや、舌に歯の跡があることから、巡らせるための勢いがないために必要な血などは持ち上げられないものの、こもった気や周囲に停滞している水は巻き込まれて上部に向かい充満して塞ぐので、耳の周囲ではますます巡りが悪くなって耳鳴りなどになっているのかもしれません。またこもった気によって巻き込まれて上昇した水は上部で停滞していることでブツブツと飛び出し、さらに停滞している間に熱によって煮詰められると海になります。運動後や就寝前に悪化するのはどうしてですか？どのような運動なのかによっても変わりますが、気の巡りが整えられていないために激しい動きによって滞り感が強まって、こもった気が上部へと集中してしまうのかもしれません。また運動後には活動によってエネルギーが消耗されます。同じように睡眠前は1日のうちで一番消耗が激しい状態にあります。しかも夜間の時間帯は陰の勢いが強くなるのと同時に陽の働きは低下するので、体の中にある水の動きは停滞するし、それを動かすエネルギーである気は不足します。なので余計に体の中の水の動きが邪魔になって、気血が巡らせられなくなるので、熱だけが頭に向かい耳鳴りになるのかもしれません。ではこの方におすすめの自然療法を教えてください。運動に関してはどのような運動によって悪化しているのかが分かりませんが、あまり激しい運動ではなくて、近所を軽くのんびりと散歩するなどに変えて、軽く汗をかくのが良いのではないかと思います。舌の色が暗い、舌の裏の静脈が太く膨らんでいるなど、気血の巡りがあまり良くない印象がありますので、体を適度に動かすことで穏やかに巡らせてあげると良いかと思います。また喉が渇いて水を飲みたいとありますが、胃の中でチャポチャポ音がするなど、体の中には余分な水分が停滞しています。なので喉の渇きを感じながら一度にたくさん飲まないようにするのが良いかと思います。今回は貴重な体験談のシェアをしていただきましてありがとうございました。少しでも症状が改善することを願っております。
今回も最後までご視聴ありがとうございました。